知事が県内各地に出かけ、未来を担う若者たちが三重を舞台に頑張っている姿を紹介する知事が行く突撃取材。今回はリアティン三重とホンダロック SC の試合会場、四日市市中央緑地陸上競技場を訪ねました。リアティン三重は2017年に JFL 日本フットボールリーグに昇格したサッカークラブで、桑名市、四日市市を中心に県内全域で活動しています。リアティンとはオランダ語で14を意味します。試合に先立ち、三重とこわか国体を PR しました。今日はとこまる国体のマスコットキャラクターも応援に来ました。このリアティのですね、快進撃をみんなで応援して、そして民間からの J リーグ誕生に向けて一緒に頑張りましょう。キックオフを前に行われるキックインセレモニーへも参加。先発メンバーに混じり、記念撮影の列にも加わりました。試合後、フル出場した稲森睦美選手、野外と俊選手にインタビュー。すいません、失礼します。試合やったね。おめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございました。試合やった。どうぞどうぞ。失礼します。失礼します。この日の試合、前半、稲森選手の絶妙なパスが相手のファールを誘い、PK を獲得。見事ゴールも決まり、1点先制。さらに2点を加え、3対0で折り返します。知事はサポーターの皆さんにも突撃。どうですか、このビアティンの魅力。もう三重県を全体に出してる、はい、そしてこの熱いサポーターの皆さんと一緒に応援できるという幸せがね、よし、一番最高なんですよ。よし、ビアティン、ビアティン、ビアティン、頑張ろう。後半1点を許すも、リアティンも1点を加え、4対1で快勝。ピッチ、スタンド一体となって勝利を収めました。今の心境を、今日の試合について稲森さん。そうですね、はい、まあ、2連敗してる中で、うん、どうしてもこのホームで、うん、流れを止めたかったんで、うん、そういう意味では今日勝てて非常に良かったと思います、うん、まあ、ちょっと苦しい時間帯もありましたけど、うん、あの全員で戦った結果が、うん、あのいい結果につながりました、うん、ね、あの PK2 本あったけど、それ以外の2点もいい点の取り方でね。そうですね、その PK になるまでの過程が、うん、ね、はい、よかったよね、はい、そうやんか、あの稲森さんが持ってって、ほんであれ PK だったからな。0.5 点はもう、でもあれ良かったよね。向こうほんで焦ってああいう形になったもんね。どうですか、お二人にとってサッカーの魅力いかがですか。じゃあ稲森さんから。サッカーを通して人と人がつながっていくことができるっていうのが、もうやっぱり魅力かなとは一番思います。はい、ドガイトさんどうですか。そうですね、あのやってもよし、うん、見てもよし、うん、で、まあ、盛り上がってもらえる本当にいいスポーツがサッカーなので、まあ、僕はあのやる方が、うん、はい、好きなので、うん、そっちに頑張ってますけど、うん、あのそういうところが一番いい魅力かなと思います。なるほど、はい、今ね、うちも国体も近づいてきている中で、あのサッカー含めてこうスポーツの魅力を、まあ、県民の皆さんにね、よく知っていただきたいと思ってるんですけども、お二人はこの普段試合以外で何か活動をされていますか。で、まあ、されているならその中で大切にされていることをぜひ教えてください。じゃあ稲森さんから。はい、サッカースクールを、うん、やってまして、うん、あと保育園だったり小学校に巡回指導に行って、うん、子どもたちにスポーツの楽しさだったりサッカーの楽しさっていうのを伝えています。うん、その時になんかこう心がけてることとか大切にしてることってありますか。そうですね、サッカーだけじゃなくて、うん、本当にいろんなスポーツに触れて、うん、体を動かす楽しさを知ってもらえるようにっていうのは心がけています。僕も一緒であのスクールのコーチをやっているんですけど、うんうん、まあ、その中では、まあ、できるだけ小さい子たちが多いので、うん、まずあのサッカーをこう楽しむところから、うん、ボールに触れることとかをこう、まあ、中心として、まあ、心がけているというか、うん、はい、これからの目標、それからスポーツを通じて伝えたいこと、まあ、これがあれば教えてください。じゃあ井上さん。はい、そうですね、まず一番の目標はビアティン
として、J リーグに行くこと、うんうん、まあ、ただそれは結果だけ残すんじゃなくて本当に地域の方だったり、今日こうやっていろんな多くの人が応援に来てくれてるんで、うん、そういう人たちと共に上がれればいいと思います、うん、三重県に J リーグのチームを作りたいっていう気持ちが僕は本当強いので、うん、まあ、そのために、まあ、このチームに入ったっていうのもありますし、あとはまあ、そうすることでこう三重県全土が本当盛り上がると思うんですよね、うん、だからそれに向けて僕たちはあの力を合わせて、うん、まあ、いい結果出して、うん、あの取り組んでいきたいなと思います。この三重県からあの一日も早く J リーグが実現するようにしっかりあの応援もしたいと思いますんでね、はい、あの一緒になってこう頑張っていきたいと思います。まあ、3年後国体があるんでね、はい、それとこう J リーグを実現していくスケジュール感をね合わせながらこ う, うまくやっていくとねあのいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ頑張りましょうね、はい、これからも応援しますんでね、頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございました。お願いします。インタビューを終えた2人はサポーターのもとへ、サインや写真撮影に応じていました。突撃取材の詳細は三重県のホームページでご覧いただけます。